大変ご苦労様です。あの中、こんなにたくさんお集まりいただいてありがとうございます。憲法共同センターの小田川と申します。今、高田さんからもお話ありましたが、今日は全国各地でも同様の取り組み、取り組まれています。その全国の行動とつなぎ合って、この報道が成功、この番組の報道が成功していることをぜひ皆さんとも確認をし合いたいと思います。1400万人のご協力をいただいた戦争法廃止署名、これも含めて市民と団体、そして野党が力を合わせ戦争する国に後戻りさせる動きに対抗していく、この道以外に今私たちの進みじゃないかと確信できているのではないでしょうか。耳を持たない異なる意見は権力総動員で抑圧をする、憲法のルールを意図的に無視をして暴走し続ける、この安倍政権と対抗していく私たちは今まで歩いてきた道、もっと大きくして、もっと広くして、もっと強くしていくために、今日から改めて戦い進めていきたいと思います。総掛かり行動実行委員会はその拠り所として全力を挙げて皆さんと共に戦い抜く、その決意を最初に申し上げたいと思います。皆さん、昨年私たちはこの場で野党は共闘とコールを上げました。今日は私は言いたい、本気で共闘言いたいと思います。次の国政選挙で、総選挙で、安倍政権に代わる政治の受け皿としての市民と野党の共闘実現をするために、本気で共闘を、この声をもっと大きくしていこうではありませんか。11月に派遣をされる、南スーダンに派遣をされる PKO にへの新たな任務に見合う訓練が始まっている、それと同時にアメリカの爆撃機と合同訓練を行う、オーストラリアやインドの艦船と自衛隊の艦船が共同の作戦を行う、集団的自衛権行使を前提とする自衛隊の訓練、今連続をして行われています。憲法違反の訓練はやめろ、なし崩して戦争法を実行するな、抗議の声、監視をもっと強めていきましょう。私たちの力の源、諦めずに繰り返し行動を起こす粘り強さだと思います。戦争法廃止の日まで、安倍政権を退陣に追い込む日まで、粘り強く戦い抜いていきましょう。今日はその決意を改めて確認し、そして戦いを再スタートさせる日になった皆さんと確認をし合いたいと思います。そのことを申し上げて、憲法共同センターからの発言とします。ありがとうございます。以上で実際3団体からの挨拶を終え、そしてもう一度皆さんと一緒にコールを行っていく。